振り返れば今から9年前、類まれなる身体能力と愛されキャラクターの彼は身を黒く染めました。産声を上げたばかりのジャの道に自らその方を進めました。ユニットの名前はバレットクラブ。ユニット内がバラバラになりかかったこともありました。リーダーも何度も変わりました。それでもブレることなくオリジナルメンバーであることに誇りを持ち、一度決めたその道を時に誰かを傷つけながらも突き進みました。月日が経ち、今年絶対的な力を持った時のリーダーに裏切られ、突如決別を迎えました。自身のアイデンティティを奪われてしまったようだった。そう振り返ります。運命のいたずらは彼をこの両国のメインに導いた。自分は何なのか、自分はどうあるべきなのか、もう迷いはない。これはグッドガイでもバッドガイでもないタマトンガの物語。 IWGP 初挑戦、そのリングに上がりました。すがすがしい表情で拳を握り、自信の表情を蓄えながら両国のファンたちの姿を見つめていきます。おお、いろんなものが見えてきた。これはハンソームトーチャーと GOD 側も分かれてますね。おお、ハグしてる。うそー、なんとここでサドンデス、しかもあ、オーエスがハマートが起こす。誰が捕まえた。あ、そして今度は誰だ、誰だ、ハンガローだ、ハンガローが出てきた。そりゃそうだ、弟が助けに来た。くるん、あ、おお、ハンガローを捕まえる。グラネード。いや、しかしこれは GOD および邪道を追い出すということでしょうか。めちゃくちゃです。GOD が入ってきた。 GOD がここを救出しに来た、まあ、救出なん、前を救出というか、まあまあバレットクラブだから来たって感じですよね。邪道を持ちました。まあ、あのミラノさん、この後の試合、はい、ティルラートオブジェスニーとバレットクラブのね、あ、6人タッグマッチですからね。そうか。そしてまた集中攻撃、ストーキングダッシュ。沢口がバトが来た。昨日はこの2人が静岡で襲撃を受けたところ、 GOD がサンドに入った、助けに入ったんですが、なんとなんと沢口がバトが GOD を助ける。連携でのヒップアタック、パトンガの怒りの音が伝わります。まあ、田口とワトもこの石森パンタズモにかなり襲撃を受けて、ジュニアタックに出るための、まあ、意欲というのは示されたんですか。お、今向き合った。田口とタマトガの視点があった。大きな動きがもしかしたら何なんだ、どうするんだ。田口に右を捨てます。タマト、そしてタマトンガ、タンガロア、ジャドー、今この5人が、今まで全く相入れなかったこの5人が GOD69、 何GOD と619が手を、手を差し出したのは田口監督。さあ、マスターはその手を出す。タマトンガの表情、何かまだ飲み込めてないような表情にも見えますが、手を取った。田口とタマトンガが手を取り合う。 GOD は日本本体と戦っていく。ジャドーが本体に入る。この本体と戦っていく、今その意思を示しました。5人が手を取り合う。うわー、こんな日が来るとは。 GOD は3人ではありません。今共に戦う仲間を見つけました。なんだ、タマトンガに、ああ。タマちゃんと、タマちゃん、
そしてライオン T シャツですか。ライオンマークの書かれた T シャツです。あ、これを着るんですか。棚橋の手からハマトンガにも渡される。もうすでに袖に手を通した邪道。ウェルカムス本体。ミラノさん、はい、まさにそういう捉え方でいいわけですかね。これ一応 GOD とね、はい、本体しっかり共闘してしっかり絆が見えたってことですよね、はい、もう完全に今一つになってますよね気持ちが。確かにもうあまりにも壮観、見事な結末を迎えた。ただちょっと待ってください。うわ、カンガロアだけちょっと悩んでる。なかなかこの福岡で全てを終わらせる覚悟があります。全てをバレットクラブに捧げてきました。全身全霊をかけてバレットクラブのために戦ってきました。しかし裏切られ追放され、プライドを汚されました。全ての思いをこのネバー無差別級選手権にぶつけます。ジェイだけには負けられない。ブタボロにされた己の尊厳を戦いによって取り戻すか。ハマトンガ全てをぶつける。勝負のリングに上りました。大きな大きな一勝を手にしたいハマトンガ。体ごとぶつかって、そして投げ飛ばしていきます。ハマトンガ獲物を狙ってガンスタン。ガンスタン来た来た来た、ブレードランナーだ。危ないぞ。そしてここも DM を出した。ブレードランナーが来る。おお、かわした。ガーン、ここでもいけない。捕らえるジェイホワイト、どちらに潮目を固めるのか。いった、いった、き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 た、すー、いった、取った、日本武道館の歓喜。ハマトンガ選手、ジェイホワイト選手は共に IWGP 世界ヘビーという看板をゲノー、そしてジェイホワイトをぶっ潰しました。マジか。日本武道館にコールされたハマトンガファイナルトーナメント進出の合図。ジェイって負けるんだ。ハマトンガがジェイ・ホワイトの G1 を終わらせました。うわー、美しすぎる。去年の岡田さんのことを止めたっていうのもあれだし、はい、今年のジェイを止めたっていうのもあれだし、いや夏の玉は恐ろしいな。夏の玉、まあ普段からこんなコンディションしてるから、まあね、いつやったって動かないんだよ。キレッキレだけど、本当こうやって結果を残してくるようになりましたからね。新日本に象徴になると言ったこの玉トンガ選手の言葉。いや、狂気なんてもういらないと言いました。新しい玉トンガに生まれ変わったんだ。俺こそがニュージャパンの象徴になるんだ。玉トンガの言葉です。